疲れっす。おい、なんやねんお前。ごめん急に来て。え、なんなん。いや、止めろって。ちょあのガード最近うまやくんとどうなんかなって。誰やねん MI って。あの丸坊主会見でさ、お母さんがちょうど電話かかってきたわ。もしもし。いや、起きてる。どうした？家やで。なんで？ティラミス食べる？ティラミス食べる？食べる？うん。その前にさ、エバイクママのことなんか言ってたわ、変なこと。何言ってた？あのババアっつってた。嘘や。ほんま。今から行くわ、殴り込みに。うん、行くわ。はい。はい。お母さん来るからな。うん、まあ俺は結構怒られたから、アナと連絡して。俺も。いや、そりゃそうやろ。うん、ごめん。え、前から来おへんって言ってたわ。いや、あいつ携帯持ってないんか、あいつウィルコムか、これだって。俺お母さん無事入れたよ。今からティラミス持っていくって言うけどな。お前飲むないで。いや、分かった。そんなつもりないよ。お前ティラミスもらいに来てへんけ、ほとんど。いや、あったら欲しいなとは思うけど。いや、なんかお前ティラミス欲しくて聞いてるの。いや、ちょい俺ほんまに、俺のなんかその悪いなって気持ちも込めて。で、エマヤ君も回すなって。じゃあなんでまだカメラ回してん。いや、そうなんじゃない、ほんまにそうなんじゃない。え、なんでなんか聞いてんの。そうなんじゃない。エマヤ君なんでだ。じゃあだから、なんでカメラ回してんなって。だからエマヤ君なんで言えよ、理由を。いや、だから言えて。いや、エマヤ君だから言えよ。ちょ、俺が言えって。え、なんでや、普通に言えよ。え、ちょ、MI 君に見せようと思って。ガードがこういう感じやでっていう。見せらんでいいよ。じゃ、実はさっき MI 君と会って、さっきっていうかほんま1時間ぐらい前に。やから臭いんか、お前。匂い残ってんねん、お前。じゃ、それはあんま言わんで。ごめん。元か、元の匂いか。いや、一応お風呂は入ったけど。手汗ばゆう男。それは言わんといて。手汗ばゆう。結構気にしてる、ほんまに。手ばゆう。手ばゆうってやめてよ。みんなに言われるって。黙るってばや。もう大抵俺がいじられること、ガードが言い出すから。ごめん、手ばゆう。何言う続きる。それは認める。もうほんまにさっきマヤ君と会って、ああほんまに小1時間ぐらい前に、めっちゃ反省してる。気にしてるかしらんけど、拭くなよ、手前を。ズボンで。そこはもうスルーして。ずっと拭いてるやんけ。ちょ、ティッシュ持っていいで、手前から。やめて、もうそういうの。ティッシュ持っていい。恥ずかしいから。いや、ティッシュ持ってくるわ。手前確認する、お前を。手前出せ。そんなに湿ってるわ。透けてるやん、もう。俺らやりすぎたから。んで、エマヤ君ほんまに反省してて。ちょ、お前マジでそういうことしてたら許さんで。お前ギリギリ許してるからな。だいぶグレーゾーンやねこれ。いや、ほんま許してもらえるなんかほんまに思ってないし、だからほんま弁償はします。知ってる。弁償せへんかったら許せへんのに。そうそれで、エマヤ君とちょっとまあ話して。ああ。で、エマヤ君今働いてるらしくて。どこで？いや、そこまでは聞いてない、ごめん。けど、なんかガードマンに悪いことしたなっていう話、エマヤ君言ってて。あいつが？うん。で、まあこのクロス言うたら壁一面にグラフィティ描いて、絵を描いて、うん、言うたらあかんやん。あ、エマヤ君めっちゃ反省して、俺働いてんねん今って言ってた。クロス張り替えるためにガードマンに。あ、猿が？うん。なんつってた、猿。俺猿やから。あ、クマムシや、あんな。ほぼクマムシみたいなもん。いや、まあクマムシ、まあほんまに結構自分のこと責めてたし。どんな感じで責めてた。いや、俺も猿でクマムシやし、ほんまに。クマムシは言ってないやろ。いや、言ってクマムシは言ってないやろ。言ってたっぽい。俺、ジャストで言った。いや俺ジャストでクマムシやって言ってんの。あいつクマムシっつってた。ごめん、猿はまだありえる。その辺はちょっと曖昧。俺クマムシや、曖昧でお前クマムシ言うなよ。ごめん、ちょっと手前がお前。あんまり、ちょっと持っただけや。持るなよお前。なんでお前クマムシ持んねん。ごめん。お前クマムシ持ってお前何の利益あんねんお前に。それはないな、ごめん。お前
手早やんけ。俺みたいな手早がもるな話。ちょその手早ほんまに気にしてて、今ほんまにもう悪いって思いすぎて緊張でもう手汗やわ。カメラとかもびちょびちょやし。気にしててガードマンに連絡しても繋がれへんって。ブロックしてるわ当たり前じゃんお前。やっぱそうだ。しゃあ俺ゴールデンウィーク今熱出てるの知ってる？うん今熱出てるから、うん、でイベント福岡東京福岡東京って今帰ってきたとこやから。言ってたの連絡も取ってない。うん、わかるそれ意味か。その辺の事情ほんまに知らんかって。ああ、エマイ君に今たまたま会って、まあその連絡取られへんって気にしてて仲良くなりたいって。それ言ってたんかお前。ほんまに言ってた。え、どういうこと？え、クマムシが俺と仲良くなりたいって言ってた。そうそうそう。でお前クマムシはもう手早いと仲いい？俺とは結構仲いい今は。でお前そういうのやめた方がいいで。なんでよ。どっちにも属せへんみたいな、まあ、スクワードみたいなことしてんで今。え、そういうのじゃない、ほんまに。いやマジマジマジ、今スクワードみたいなことしてるから。そうかもせん。それを俺はあ、お前のことを許して中に入れたら刺されるからな、うん、白ひげみたいに。そういう立ち悪いやつじゃないよそこまで。俺立ち悪いことしてんねんて。お前見ろよ、お前これ見ろ。何よお前、クロスここだけやと思ってるやろ。おい伝えとけ、俺前見てやろ。あ、うん見せる。見ろ見ろ見ろこれ。あ、これあれか。あいつ持って帰って行くとき、あの動画なってないけど帰りながらも暴れて帰って、お前これ言ってるかな。感謝ね。いや何やんのごめん、ちょっと笑って。え、なんで笑ってんの。ちょ、ごめん、ちょっと笑ってもらった。何で笑えの。ほんまにごめん。お母さんに電話しよう。ちょ、ほんまにごめん。あの、違うね。なんで笑えるの。いや、あの、エモヤ君からそんなこと一個も聞いてなかったから、ちょっと今びっくりして。いや、今思い出し笑いっつったよ、お前。いや、じゃあ、どっちだよ、お前。ごめん、思い出し笑いは嘘です。すいません。なんで嘘コロコロつくの。なんでこいつ嘘コロコロつくの。ごめん、ちょっと逃げようとした。いや、あの、ほんまに今初の意味やったから、ちょっと笑っててもうて。じゃあなんで思い出し笑い言うたんだ。あの、ミスってごめん、ほんまにごめん。ミスじゃ俺、言葉下手くそやんか、日本語全然やん。日本語全然でも日本に生まれたこと間違いやろ、マジで。言い過ぎやって。ハングル文字でしか喋ってないし。これ、エヴァイ見るやったら言っとく。お前のことは絶対許さん。お金持ってきてすいませんでしてーって、阿波踊りしながらサンダル飲み込んだら許しちゃうわ。それやったら許すん。それやったら許す。サンダル飲み込んで、あれ、E まで入れて、うん、引っかけ腰から飛び降りて、船に乗ったら許しやる。え、だ俺は、あの、どっちの味方とかそんなんじゃない。あの、なんていう、仲介役したいなと思って、せっかくやから。え、なんなん結局。ま、え、仲直りしたらいい。ま、結果はまあそう。でも、あいつが謝ってきたら俺許すよ。連絡でな。うん。連絡してきたら仲直りしたってもいいけど、これとりあえず全部弁償っていう約束だ。まっ、あ、そやな。でもそのために働いてるって言ってたし今。どこでね。ね、だその辺まあちょっと詳しく聞いとかもまた会った時に。ぜひ電話せよ今。じゃあ今携帯ちょっと今は。マジで謝りに来たら許したけど、とりあえずじゃブロック解除しといたるわ。あ、そうやな。うん、あ、そうやなってね。じゃあごめんごめん。あ、生きてもブロック生きになって手前るかもで、うん、ブロック解除してとりあえず伝えてよ、ねえまで謝れって。うんうん。で俺それ許すか決めるわ、あいつの反応次第で。オッケー、任せ。でもいいよ、なんでまだ撮ってるの。分かった、行くわ。え、行くわってもう帰ろう。いや、じゃあ俺 MI 君にもう今すぐにでも俺仲直りしてほしいから。え、だからなとそれを店にお前取りに来たん。そう、あのこのガードこんだけ怒ってるでっていうことを今役に見せたいし。いやもう舐めてた俺マジ怒んで。いやほんまに舐めてない舐めてない。え、ふざけてやってるのそれ。いやふざけてんの。顔死んでるんかお前心の中で。見てこの顔お前。未来日記のなんか小さい女の子みたいな感じか、最後の主犯みたいな感じか。なあめっちゃ性格悪いよ。M役に見せようと思う。じゃあもう早行けやじゃん。分かった。マジ行くでお前。ごめん。エマイ君。うん、何よ。いや、この前単車で乗り込んだじゃないですか。ああ、乗り込んだな。どんな気持ちですか今。
あれやばかったやろ。俺もっと言っていいかなと思ってた。もっと潰したかったな、正味。あら、ちぎれた、そう。あれエグかったやろ。もっと行きたかった、正味。正直、反省してます。反省するわけないやん。